今日はご参加いただきましてありがとうございます。第2部ということでですね、今石狩川で最も旬のニシンとホタテの刺身とニシンの煮付けということで、楽しくですね、美味しく作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、早速最初にですね、本日の講師の方をご紹介いたします。浅川漁協で漁業しておりまして、白身漁師ということも合わせてやって、皆さんの方のですね、漁業がうまくいくようにということで、ちょっと努力していただいております。指導漁業士の中井純子先生。はじめまして、中井と申します。よろしくお願いします。あちらこちらの講習に行きましても、刺身が美味しいですよって、PR して皆さんにも作っていただいて、食べたことないって、本当に美味しかったっていう声をいただいております。なので今日もニシンの煮付けと刺身をさせていただきます。よろしくお願いします。2日ほど塩してます。内臓入れたまんまね、作らないで。それで同じくこういう風に切ってやると、もうカスの子がパンパンになってるんですよ。塩してるからね、塩かけて塩してるから。はい、皆さん3枚おろしできますか。3枚おろしします。柔らかくてね、簡単にこれをおろせますので、まずここまでできました。今度は皆さんでやってみてください。すごいすごい、ここですね。これ司会者からできるから、スタジオに慣れを使って、入れます。おいしいわ。割とあやつね、そんなに難しくないわ、うん、やりやすい。最初味付け濃いかなと思ったんですけど、意外とさっぱり仕上がってて、すごいおいしいです。買ってみようかなと一匹まんまで。これはもう新鮮で美味しいですね。プロフェッショナルな味がします。そうですね、昔からニシンは焼き魚が定番でしたけれども、今はいろんな料理教室に参加させていただきまして、まずは鮮度のいいお刺身をぜひ食べていただきたくて、やっぱりニシンっていうのは焼くもんだと思ってたらしく、もう本当にお刺身を作り方をでも煮付けの作り方でもすっごく興味深く何でも聞いていただけて、今日はなかなか成功したなと自分なりに思っております。皆さんありがとうございました。